広島駅前にやってきました。今回は広島駅から呉線に乗って呉へ向かう旅。どんな旅になるのでしょうか。それでは地下道を通って広島駅へ向かいます。広島駅は絶賛工事中でした。仮設の通路を通って広島駅へ向かいます。2階に上がり、JR の中央口、コンコースにやってきました。と、ここで問題発生。呉線が車両不具合のため、運転を見合わせているようです。詐欺放送局、鉄道動画コレクション。よく見ると、運転再開は16時30分頃の予定ということで、もう間もなく運転再開しそうなので、改札の中へ入ることにしました。駅の電光掲示板の方にも表示がありました。ただいま16時25分。もう間もなく運転を再開するようです。この16時30分発の快速空き地ライナーは運転されると思われます。それでは快速空き地ライナーが発車する3番乗り場へ向かいます。ホームを見るとかなりのお客さんが待っていました。再開一番列車ということでかなりの混雑が予想されます。運転乱れの関係で先に山陽線の列車が発車するようです。走行していると227系が到着。この列車が折り返し快速空き地ライナー呉方面御用行きとなるようです。列車は短い3両編成で到着。かなり待っている方がおられます。これは乗れるのでしょうか。ご乗車ありがとうございました。広島です。お忘れ物のないようお気をつけください。この電車は折り返し呉線矢野呉方面広行き空き地ライナー快速列車です。新幹線ご利用の方は階段を上がって新幹線乗り場に乗り換え45分になります。新幹線は秋山地方面下北は大変長らくお待たせいたしました。3番乗り場快速空き地ライナーの広行き列車が発車いたします。開いてるドアが閉まります。閉まるドアにお気をつけください。快速空きライナー広行き列車が発車いたします。一時はどうなることかと思いましたが、少し遅れただけで広島駅を無事発車。ただ車内は大混雑。当初は海を見ながらゆったりと呉線の旅を楽しむ予定でしたが、この先が思いやられます。
の日は豪雨災害の影響で山陽本線が三原から先運転を見合わせていたため貨物列車が大量に広島貨物ターミナル駅に止まっています。そんな広島貨物ターミナル駅を横目に見ながら快速あきじライナーは軽快に山陽本線を解体地へ向けて走っていきます。山陽本線の難所瀬の八を越えるための貨物列車を後ろから押す電気機関車が手持ち無沙汰に止まっていました。先に発車させた山陽本線の普通列車が前に詰まっているようで速度が落ちてきました。解体地駅に到着。解体地駅を発車。解体地から先、山陽本線を分かれ、呉線に入ります。山陽本線は左に分かれていきます。そして呉線は右に分かれ、解体地から先、呉線内は単線となります。呉線はしばらく住宅地の中をのんびりと進んでいきます。呉線といえば海沿いを走る印象ですが、しばらくの間は広島近郊ということもあり住宅地の中を進んでいくようです。まもなく矢野駅に到着。解体地駅は広島市内の駅ではないので、次の矢野駅が呉線唯一の広島市内の駅。利用客も結構多いようです。車内は大混雑ですが、矢野駅でお客さんが結構降りてくれると嬉しいんですけれどもね。予想通り矢野駅でまあまあのお客さんが降りたため、まだまだ混雑はしていますが、車内に少し余裕が出てきました。
快速列車ですが、そんなに速度は出さず、のんびりとプレセンを走っていきます。トンネルを抜けると、徐々に海沿いの雰囲気になってきました。まもなく坂駅に到着。坂駅は坂町の中心の駅で、利用客もまあまあ多い駅です。この先、快速秋地ライナーは吉浦、呉と通過運転に入り、海沿いの小さな駅は通過していきます。坂駅でも結構なお客さんが降りて、車内はだいぶ余裕が出てきました。そんな快速秋地ライナーの旅ですが、ここで気になる放送が入ってきました。お待たせしております。お客様にお知らせいたします。この列車の先を走る列車が遅れております。先行列車遅れの影響を受けまして、ただいま進行待ちをしております。恐れ入りますが、車内にて今しばらくお待ちください。列車の発車、到着が遅れますことをお詫びいたします。ここから列車は全く動かず、坂駅で足止めを食らうことになりました。そしてさらに驚くべき光景が、隣の2番乗り場に後を走る普通列車ひろゆきが追いついてきたのです。そしてここでさらに気になる放送がかかりました。なんと運転再開は2時間もかかるという放送がかかりました。波乱の様子になったクレセンの旅、無事クレ行けるのでしょうか。これ
ね、広島駅。広島駅いっぱいね。すみません。はい。あ、いいですか。はい、大丈夫ですよ。ここから、はい、広島まで戻った場合は、はい、乗車券というか、ウコカなんですけど、どうなりますか。その場合は、広島駅に係員さんいますので、乗っていただいて取り消しという形になりますね。わかります。事故なので、返金、配信があるまでは取り消しという形で。わかりました。波乱の様子になったクエセの旅。ここで、一つの決断を下すことになります。先ほど普通列車広い日として追いついてきた列車が折り返し、快速秋地ライナー広島駅として広島に戻ることになりました。今回はこの広島駅に乗車します。この波乱万丈の旅、続きもお楽しみに。